オーストラリア代表、中日の応援歌が大好きすぎる。チームオーストラリアのツイッターにて、私たちは東京ドームでの日本の応援歌とファイトソングが大好きです。オーストラリアのために良いファイトソングを作るにはどうすれば良いでしょうか？日本人は私たちのために歌ってくれますか？二つ目はいつもプロ野球の応援でやっているレッツゴーレッツゴー OG。三つ目は特にスペシャルです。私たちは中日のチャンステーマ狙い撃ちを歌ってもらいたいです。狙い撃ち好きだったんだけどな、廃止されちゃったんだよね。狙い撃ちテンション上がるよね。落合監督時代にてバリバリ歌ってたわ、一番最高なチャンステーマよ。リンゴお前わかってるな、泣きそうだよ、いいぜお前らのために歌ってやんよ。日本の応援歌よ広まれ。狙い撃ちってところがよくわかってる。あえてここで狙い撃ちって言ってくるのすご。チャンステ袋貸しましょうか？もう知ってる人いないかな。ドラゴンズも頼むから旧応援歌使ってくれよ。リンゴ懐かしい、狙い撃ちは良いね。これは言葉にならない思いをあぶり出す現代の冒険談。中日の関係者に言いたいが、せっかくオーストラリア側がそうおっしゃってくださるわけだから、小さいかもしれんが縁を大事にして協力し、オーストラリアと強いパイプになるまで発展させてもらいたい。胸熱なリクエストすぎるやろ。ネットでもどこからでも声援送るぜ、マジで嬉しいわ。かけろ豪快アーチグレートビンゴー。日本の応援歌が好まれるのなんか嬉しいわ。旧応援歌本当に復活してほしい。初回から中日の外国人汎用応援歌歌ってるから、これも実現するだろうな。まさかの中日の応援歌ご指名。まあ監督がビンゴだからね。アカペラならいけるやろ。中日ファンが一番歌いてえよ。すげえのぶっこんできたな。中ドラの狙い撃ちえよな。激アツすぎるやん。それは俺たちも同じだけど事情があるからな。心の中で全力で歌わせてもらうわ。なんでこの応援歌を選んだのか誰か聞いてくれや。選曲噛みすぎる。オーストラリアファンと日本ファンみんなで大合唱したいな。俺もう準備できたけど、みんないける？